浜本海生は、日本のソフトウェアエンジニア、実業家。スマートニュースを、鈴木健と共同創業し、同社代表取締役、社長共同最高経営責任者を経て、同社最高執行責任者兼、チーフエンジニア。栃木県宇都宮市生まれ。栃木県立宇都宮高等学校を経て、2005年、東京工業大学工学部情報工学科卒業。 小学生の時ファミリーコンピュータの仕組みに興味を持ち、中学、高校時代にプログラミングに熱中した。大学では東京工業大学混成合唱団コールクライネスに所属指揮者も務めた。大学で自然言語処理を専攻し、2005年に大学卒業後、アルバイト先のベンチャー企業オープンナレッジに入社。2007年価格 .comweb。Com サービスコンテスト最優秀賞受賞。2009年ヤフージャパンインターネットクリエイティブアワード一般の部グランプリ受賞。2009年にフリーランスエンジニアになり、ルメク取締役を経て、2012年鈴木健とご苦労を共同創業し、代表取締役に就任。スマートニュース代表取締役、社長共同 CEO を経て、 2019年スマートニュース取締役仕様兼、シーフエンジニア。ホーブス日本版の日本の企業家ランキング2019で2位入賞。ホーブス日本版の日本の企業家ランキング2020で1位入賞。ありがとうございます。